皆さんこんにちは、デミこと写真家尾形秀美です。今日は私の故郷熊本県山鹿市八千代座という劇場の前からお送りしています。とても素敵な劇場なので皆さんに紹介したいと思ってます。それでは中に入ってみますね。八千代座の中に入りました。じゃあこれから回ってみますね。すっごい劇場です。すっごい素敵な劇場。また天井が素晴らしい。すごい綺麗なシャンデリアがありますね。本当この劇場は歌舞伎俳優の市川海老蔵さんや田村三郎さんがこの劇場を守ってあげようと思って、まあ、年に一度はずっと公演をしていただいている素晴らしい劇場です。まあ、2階席もあるので2階にも行ってみます。2階から見るとこのような感じ。今日はラッキーで誰もこの劇場にいらっしゃらないので、本当独り占めしてこの劇場の中案内しています。うわ、6号星の広告もある。すごいな。本当こう山鹿市に生まれて18までここで育って、田舎が嫌いだと言って東京ニューヨークまで出て行ったんですけれども、私の写真家としての原点はこの山鹿市のアートの街だったんだなっていうのを今改めて思ってます。素晴らしいです。こういうお部屋もあって、左サイドから見るこの劇場、いやー今日ラッキーでした。誰もいないので、皆さんにこの劇場を紹介できてすごい嬉しいです。私の故郷の名所、あともうちょっといろいろあるので、でもその中の一つはこの八千代です。小さい時に、まあ、いろんな芸能人の方がここでコンサートをやってくださったりとかして、私はそのお花を渡す役を小学校の時にやってましたね。まあ、いろんな思い出が走馬灯のように蘇ってきますけれども、本当素晴らしい町に生まれたんだなと今改めて思ってます。それでは今日は八千代からお送りしました。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。じゃあねー。